どうも、こんばんは、NMです。今回は、東京グールリ、インボーク、全世界300万ダウンロード記念クエストということで、日付変わった瞬間にやってきましたね。で、このログインボーナスで、派遣の SSR 金木券が配布されてるんですけど、そのイラストがですね、なんと、素晴らしいことに、グルカルの、東京グールカルナバルの、アプリのね、アイコンにもなってた、金木のイラストが使われてるんですね。はい、ということでですね、昔グルカルやってたファンにも、対応がいい東京グルインボークということでした。では、今回はですね、300万ダウンロード記念クエストの A に、挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。お分かりでしょうか。これ全員ですね、熟練度が 100% なんですね。こいつがですね、ずっと熟練度が 60% だったんですけど、この占領戦、促進剤結構ポロポロ落ちてくれたんで、100% にすることができました。かっこいいですね、こいつ。マジフェスゲンの中で本当に1位2位を争うぐらいのイラストのかっこよさだと僕は思ってるんですけど、このカグネがね、すげえかっけえ。じゃあやっていきましょう。誕生日ガシャにもね、特別なエフェクトをつけてほしいですね。お肉の味はどうかな。 A だから強いと思うんだけど、どうなんだろうか。とりあえずやっていくか。案外サクサク削れますね。何体出てくるんだろう。でもまあ、あ、これあれか、5フロアもあるのか。まあ、せっかくのね、ダウンロード記念クエストなんで、まあ、初心者の方も A をサクサククリアできるように、まあ、難易度は下げてきてるとは思います。これあれだね、全員アンテイクの服装だね。ってことは最後トーカときて金木かな。まあ、最後はスキルで決めようかな。誰のスキルで決めるか。おっと、トーカ結構硬いな。お返しです。あれですね、暴走排泄は確か人間キラー、あ、グルキラー、グルキラーかな。トリプル S マイナスですね。はい、 A でした。まあ、これも周回して確か報酬もらえるのかな。いつも通り50回目ぐらいで3個もらえるんだろうか。ちょっとそこ見てないんですけど。本当にね、この300万ダウンロード記念クエストでもらえるですね、金木券、あ、スキルでフィニッシュあったのか。忘れてたよ、これ久しぶりだな、この感覚。なんか昔難易度 S のクエストがあった時にスキルでフィニッシュを毎回忘れてたっていう絶対忘れるんだよ。ちょっとそれね、昔の動画見てもらったら分かるんですけど、リニューアル前ですね、結構やらかしてたんですけど今回久しぶりにやったな。ちょっとこれ見ていきましょうか。インボーク海外版リバースですね。向こうの方がね、ちょっと情報早かったりもするんですよ。ハロウィンの時とか向こうの方がね、早くハロウィン始まったりしてたんで、まあ、若干向こうの方が早いのかなとは思ったりしてますね。SSR 金木券怒りの矛先が、あ、これ20日もやるんだ。20日目まで行くと石が10個もらえると。見てこれ、すげえかっこいいでしょグルカルの時のアイコンだよ、懐かしいな。これ本当グルカルファン歓喜でしょ。本当にね、インボケ、キャラのイラストとかかなり、またグルカルとはね、違ったイラストのタッチっていうか、まあ、グルカルの時は、ね、背景もちゃんとなんか書かれて一場面としてあったんですけどね。まあ、今回なんかインボケはなんて言ったらいいんだろうな、ちょっとソシャゲチックなあれじゃないですか。背景まで描かずになんかエフェクトでガーって見せる感じっていう本当ボキャブラリーが少なくて、まあ、痛感してるんだけど、昔からこの今まで実況を続けてきてボキャ品をこう痛感してるわ今また。で、加工石キャンペーンってこれかなりお得なんでね、まあ、また買おうかな。まあ、結構全部買い占めてるわけじゃないけど一通りは買ってるんでいつも。はい、ということでですね、今回かなりこいつが嬉しいということで、まあ、ぜひね、毎日ログインして、こいつをかき集めましょう。はい、ということで、今回この辺りで終わりにしたいと思います。また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。
今回からですね、初の試みイラストコーナーということで、初回はこの方です。どうぞ。